STB ラジオ一スタ歌謡曲北海道銀行コーヒー色の美肌の湯ユンニの湯チョコレートのロイズの提供でお送りします。さあマイコとやろう。はい、よろしくお願いします。いきなりはもう俺の仕事なんだよ、はい、大変、はい、今日やっぱり刺激的なことはホールで、はい、何だった。ああ、私、あの、ラストの、郡健太さんと五郎さん、うん、あの、最後のお二人の、あの、出し切った笑顔、笑顔と、ちょっと滲んだ涙と、うん、すごくグッときました。郡健太のそのミニライブの一曲目ね。そうです、そうです。くじ引いて。うん、あれは良かったね。あれ良かったです。氷はやったな、うん、いや今さ、これたまたまね、あのこれってどう受け止めればお前の真ん前にいるだろ。一した歌謡曲これは驚いたね。あのさ、ここにおしぼりがあるんだ。いいかい？それで、いいかい？これを畳むからね。これ口の中に入れてなさい。何があって、私は五木さんの電話に吉さんが応じ、そのうち五郎さん、やりたいね3人で、じゃあ俺に司会やらせてくれ、俺もやるよ兄さん、そうしようよ姉さん、わけのわかんないよ。でもね、指折り数えましょう、叶うかもしれないよ。女はまた別で、女にはよし行くぞ、女の数え歌。よし行くぞが歌うとスイと出てきて、今度は私が喋って五木ひろしが得たり王と歌う、そんな夢を見ますね。数えたっていいだろう、それが叶う日を。私が選曲するっていう条件を与えてくれたら、きっといいもの作ってみせるかな。五木さんにはこれだよ、憎んででも憎みきれない男の背中にキュッて音で雪の玉を作ってポンと投げつける、そこにはどうにも思い切れない未練の女心がパチッと弾けて溶けてしまう、ささめ雪月ひろし。女と男の情念を歌う五木ひろしを背にして、吉幾三はふるさとを思う。雪が降る、溶ける春が来る、また出ていく、そして戻る、そのふるさとの移り変わりを見る、すがる平野、よし行くぞ。今これを聞きながら奥屋さんが、この調子で言葉入れて続けざまに歌わされたら、よしさんであろうが、いつきさんであろうが、追い込められて、追い詰められて、大変だろうな。かたやでそれを、スタジオの隅っこで、舞子がいないと思っていた郡健太が、体をゆらり、ゆらり揺らしながら、じゃあ俺は、俺と、松原健志で戦いたい。同じく五郎さんの言葉でね、と思っていたか、いないかわからないけど、やつなら色気を取るだろう。そして松原はふるさとを思うだろう。健太は泣かせるよ、捨てていい、そう言い切った女の悲しみを歌って、やつならきっと泣かせる、この人のよう、霧の出船五木ひろし。
作詞吉井幾三、作曲吉井幾三、歌吉井幾三、こんなに説明の多い詩を書き上がって、こんな風な繰り返しのメロディーを書き上がって、歌いにくいっちゃありゃしない、それじゃあここ削るかここも削るかできない、命歌だもの、最後に誰が一番悩む、わからなくなるんですよ。じゃああなたの名曲は、これはまだだ、あえてあげるなら、そうだな、これか、それでも30番まで書いてしまう、思いの丈を書いてしまう、それを3つに絞る、苦しいよ、飲むより酔うより酒よ、よし行くぞ。最後はどうする？ねえ、よしさん、やっぱり兄さんだろう。じゃあ俺が歌うよ。俺はね、日高さん、よし、いくつになっても色気は失いたくない、ギリギリの音も出したい、低音の甘さ、高音のまたそれ以上の甘さ、そしてリズム、頼んだんだよ、俺にもこんな曲をって。ある時見つけた、あんまりにもメロディーがいいもんだから。そしたら出来上がったよ。どんな兄さん、知ってるだろ、あれさ、日高さんにはもう一番に聞いてもらいたいと思って電話したよね。もらったね。本当にいいと思った。これぞ、兄さんって呼んだら笑う。でもあんたのもんだよ。よっぽいもの、これぞと思うな。嬉しいな。まあ確かにな、俺は兄さんの歌だ。これは俺には欠けねし歌えねえだろ。じゃあ歌ってくれよ。夜明けのブルース五木ひろし。この ディレクター吉田正範、サブ村上、そして曲出し奥山ライム、ナレーション日高五郎、出演吉井幾三、五木ひろし、一スタ歌謡曲でした。待ちに待ったロイズのクリスマスがやってくる。とろけるチョコレートや美味しい焼き菓子を囲んで、思い出に残る楽しいひとときを、ロイズが贈るチョコレートクリスマス。クリスマス限定の美味しさもいっぱい、お近くのロイズのお店で。 STB ラジオ一スタ歌謡曲、北海道銀行、コーヒー色の美肌の湯、ユンニの湯、チョコレートのロイズの提供でお送りしました。さあ、50周年クイズ、もちろん答えは2、林家正蔵、全部2番だもん。札幌クラシック24回入り1ケース、当たった方は南区の藤井典子さん、中央区岩屋隆一さん、門別の荒小杖さんです。さて、 OB ディレクター吉田ディレクターから、そう、翔ちゃん、東京からの翔本はじめディレクターです。はい、翔ちゃんどうぞ。もうね、ずいぶん前頭部が後退しました。うん、でもハゲ止まってます。おもたす、何大変だよ。なんでディレクターなんか持ってこいって言われて、お、何か、あ、わかった、これはあれだよ、なかなかいいんだよ、この頭皮ケアにぴったりスカルプ D、 これで俺もね、バッコンバッコン毛増えるね。増えねえよ、もうないだもん、地肌。あ、うん、これが若い頃で当たり前だよね。これがまあズル向け、今が最高向けですよね。すごい、本当にあの無傷のフランケンシュタインみたいになってるから。でも翔ちゃんは人柄いいんだ。
ディレクターには向いてないけど、ありがとうございました本当に。じゃあいただきます。いやいや、なんかね、これひょうちゃんのこのパネルもらってどうするんだったかというわけで、はい、吉田ディレクターありがとうございました。お疲れ様でした。うん、最後のイキスタ歌謡曲なかなか結構でしたね。どうだい、ああやって聞いてみると歌謡曲ってのも悪かないだろ。すごいですね、うん、いいもんだよ。だからね、ラジオってそうやって劇場作れるの、ライブだって作れるんだよ。はい、うん、だからみんなが自分の場所での達人になればいいのさ。そういう力を結集してごらん。そりゃケチなライブ吹っ飛ぶぜ。そういう俺はラジオと電波の力を信じてるんだ。なんて偉そうなこと言っちゃったりしてコマーシャル。STB ラジオ開局50周年、北海道のために命がけ。日高五郎挑戦50時間56分生放送。16日午前11時56分まで。私、日高五郎が。時間くるまで勤め。マキとノリオのスーパースクランブル、伝統と歴史を肌で感じる冬の SIM カップモニターツアー、1月26日土曜日出発。伝統と歴史の SIM カップをめぐる1泊2日4食付きのバスツアー、お申し込みは17日月曜受付スタート。詳しくは STB ラジオのホームページをご覧ください。松山千春オンザレディオ、毎週日曜夜9時から STB ラジオで好評放送中。目の不自由な方へ動量石金を、 STB ラジオチャリティーミュージックソン2012、今年も12月24日正午から放送します。ただいま全寮のセイコーマート各店で皆様からの温かい募金を受け付けております。また北海道銀行、北洋銀行、三井住友銀行、北陸銀行の各窓口での振り込みは手数料無料となっております。 STB ラジオチャリティーミュージックソンへのご協力をよろしくお願いいたします。震災の後 CM は新しい価値観とその役割は見つけられたか、時代に置き去りにされていないか、新しい CM の力を試したい。国内最大の広告賞第52回 ACC CM フェスティバル、挑戦者の勝ちだ。 ACC2012 STB ホールで2月12日火曜日午後1時半開演。 STB ラジオ開局50周年、北海道のために命がけ。日高五郎挑戦50時間56分生放送。北海道100年物語。12月16日日曜夕方5時放送の北海道100年物語は、新渡戸稲造が私財を投じて創設した遠遊野学校をお送りします。どうぞお楽しみに。わはは本舗プレゼンツ、梅ちゃんの青いヒストリー、2月21日ゼッツ札幌で開催。札幌ソロ公演は2年半ぶりとなる梅ちゃん、今回は青いシリーズの集大成を皆様に送ります。チケットは各コンビニプレイガイドで好評販売中。私たちは STB ラジオ営業部です。私が石倉です。ラジオに関することなら何でもご相談ください。千葉です。あなたの会社お店を全力で PR します。阿部でございます。美味しいものが大好きです。関川太郎です。ゴルフで勝負しませんか。上林です。ネオン街ならお任せください。清水です。きっちりサポートいたします。ラジオ CM のお問い合わせは 011-272-8352 STB ラジオ営業部まで。京本が3曲まとめたんです。かなり薄くなりました。頭関係で3曲だって言うんです。で1曲目やって言ったら西条秀樹だ。さてそんなのあったか。ハゲチーコイ。これをわざわざ頭関係って選ぶかね。京本2曲目聞いて3曲目聞いてごらん。なるほど、ディレクターには向いてなかったってわかるか。じゃあ次は何、インストですよ。歌入ってないの。ザ・ベンチャーテケテケテケ。でタイトル何だった。ダイヤモンドヘッド。
ここで9を送る。こっからが一番いい盛り上がりだよね。同じだからいいか別にね。そういうことで、はい、でマリコは翔本、はい、そうでした。翔本さんディレクターしてくださって、他に橋場さんとタクさんと上林さんと、なので4人、癖のあるのが2人と人柄のいいのが2人なんで、で、はい、そのうち渡辺拓と塩本は東京なん、はい、でテーブル挟んで前だっていう、はいね、で拓は太っちゃったでしょ。太ったよな塩本と。太りましたね、おまけに顔が汚くなってお前が言うな、ひげ生やして、で3曲目、これがもうなんて言ったって目玉ですって、ね、何だった斉藤哲夫、今の君はピカピカに光った、お前これ全部お笑いじゃねえかバカ野郎。8年ほど前、私が大学生でスタジオに頻繁に通っていた頃のアシスタントは舞子さんでした。ゴロさんの語りと舞子さんの笑い声、まさに元気の源となった大学生活、鮮明に焼き付いています。改めて様々なサプライズが飛び出す50時間56分、嬉しさかみしめられることにただただ感謝、月並みですが50周年おめでとうございますと共にありがとうございますの言葉を皆様に。伊達氏、西野正彦、現在28歳、はい、だからね、それぞれの中で舞子も生きてるんだよ。はい、嬉しいです、うん、ねえ、はい、まゆみちゃんほどではなくても月曜深夜ザビルタのアタックヤング注目コーナー、ジジイの寝言。僕は女友達がいないのジジイの寝言です。はい、色鉛筆の白は一体何に使うんだろうなトラックドライバー大仏のジジイの寝言です。はい、ばあさん、入れ歯を外してお願いできんかな客のジジイスポット指数を埋め尽くせ、サビエルザのアタヤンにトアの愛を。いち早く災害現場へ駆けつけ必要な救護をする。私たちはその準備をいつも怠らない。よし、人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力ください。日本赤十字社。来週月曜火曜の商品はヤクモのイクラ醤油漬け、年内にお届け。フリーダイヤル0120545557、情熱一番。おはよう北海道の牧山明です。先日運転していてヒヤッとすることがありました。僕のスーパーシュートを受けてみろ。わ、危ない。ごめんごめん、もう一回、超ウルトラスーパーシュート。千秋さんの子供役には無理がありますが、ドライバーさんは子供の飛び出しには十分注意し、公園の近くでは徐行して運転しましょう。また良い子のみんなは道路に急に飛び出しちゃ危ないぞ。おはよう北海道で交通安全。これをまた塩本が作ったんです、はい、余計なことばっかりしてるそんなことない。早川舞子アシスタント時代4人のディレクターと3年間半を共にした。そうです、はい、本当に浮気性の女ですよ。そういうことじゃない。その3年間半での、この3年間半っての俺このまま読んでんだけど、3年半でいいんじゃないか。はい、3年半で文章能力もないんですよ俺新たにこいつに腹立ってきたな。だからやっぱりディレクターには向かないっていうのは本当に人柄はいいんですよ。俺ね、初めてですよ。人柄が良くて俺に腹立たせるやつ。普通人柄のいいやつに対して文句言えない。なんだこの3年間半って。3年半だろ。ディレクター別思い出の曲を紹介しますって。で、橋は、ディレクター時代は、ウルトラサウンド、ビズ、橋場さんのジャラジャラとして指が忘れられません。これどう見たってと下指が忘れられません。そうだろうお前橋場、橋場じゃねえやマイコって言ったら、え、私別に書いてません。やっぱり小のことわからないっつうんだよ。渡辺拓時代、拓さんがよく腹芸見せてるんです。
それを見習って私も腹を鍛えました。それは違いますよ。塩本が書いてこの想像能力のなさっていうのは誰も納得しない。全力少年隙間スイッチで、塩本ディレクター時代ですが、私どうしても特にこの曲と塩本さんは結びつかないんです。だから塩本さんといえば醤油を煮しめた T シャツの思い出しかありません。まあこれは私が言ったんですよ、ね、これのお前 T シャツ何なんだお前、醤油で煮しめちゃったいつも汚いんだよな。それと喝采だって、あと白菜の方がまだいいの。わかんないな。そうだったの。そうでした。よくかかってんだ千秋直美。上林さんがディレクターだった頃、上林がいない五郎賞なんてと本人が言ってました。五郎さん本当でしょうか。俺の答え、一度たりともそんなことを思ったことはない。誰でもいい、俺がいれば五郎賞はできる。我も子マッチング。10人トイロ新春川柳大募集。あなたの2013年にかける思いを川柳にして10人トイロまでお送りください。お寄せいただいた方の中から抽選で10名様にとっても役に立つ歯舞漁協の歯舞調味料セットをプレゼントします。応募方法はハガキ、ファックス、メールで10人トイロまで。締め切りは12月20日まで。お早めに。人間になれる可能性が出てきたってことさ。妖怪人間ベム待望の映画化。俺たちが犠牲になる。運命の最終章が今始まる。亀梨和也、アン、鈴木福、映画妖怪人間ベム大ヒット上映中。さようなら。ありがとう。嬉しくて50年ありがとう。これからもいつまでもずっと一緒。 STV ラジオ民放ラジオ統一キャンペーン、ラジオがやってくる。全国の民放ラジオ100局では3月3日の民放ラジオの日にちなんで民放ラジオ統一キャンペーン、ラジオがやってくるを実施しています。ラジオがあなたの学校にお邪魔して、もっとラジオのことを知ってもらおうというもので、今回が5回目。今、訪問先の学校を募集中です。小学校、中学校、高校、そして専門学校や大学も OK。ご応募お待ちしています。STB ラジオからは、ログインよるパの私、藤井光太郎があなたの学校にお邪魔します。詳しくは、STB ラジオのホームページにある、ラジオがやってくるのバナーをクリックしてください。どうしたい。ジョーダンスタジオでまだレコーディングが続いておりますけども、うん、僕もジョーダンスタジオって聞こえね。それそこが狙いかい。ジョーダン、いや分からないですけれどもね、ジョーダウンスタジオですね、真面目にやっているジョーダンするのか冗談なのか。で、あの順調にですね、一人一人先ほどあのラジオスターのオーディションを受けた若いミュージシャンたちを中心にですね、一人一人がこう歌って音を重ねていくというのですね、出ましたディレクターの谷隊長を先頭にですね、このジングル作りが続いているということなんですけども、この時間になりましてですね、助っ人もやってまいりました佐々木拓郎さんでございます。はい、どうも札幌スーパー逆メッセンジャー団長佐々木拓郎でございます。拓郎さん、はいはい、どうですかここまでのずっと歌いを見ていて。やっぱりね、みんなね、こうなんていうんですかね、若者のパワーがこう団結してるって感じ、いいですね、はい、そうなんですよね。だから本当にラジオを皆さん目指してオーディションを受けたミュージシャンたちなので、はいはい、これ届けっていうね言葉がたくさん出てくるんですけども、そこのリアル感っていうのがすごくありまして、で五郎さん、改めてですね、はい、美濃屋さんの曲を他のミュージシャンたちが歌うじゃないですか、
峰谷さんのメロディーって改めて素晴らしいんだなっていうのをより感じる今この瞬間に立ち会ってるんですけども、もう間もなくこちらで歌取りが終わるというと、終わるのね、はい、終わってきて、でもここから今度は例えばドラムとか、ベースとか、被せるんでしょ、それをどんどん被せていくので、まだまだこう半分ぐらい終わったところかなと。タイさんがちょっと押してるっていうふうに嬉しそうに言ってますけれども、聞こえた、あ、聞こえました。タイさんはあの押せば押そうでなんか嬉しい感じになってるみたいですけどもね。昔はモータウンサウンド作りがこれだったんだよね、音を重ねていくっていうやつ、だからこれは本当にあの改めてこういう現場に僕も立ち会うの初めてなんですけども、あ、そうか、ここまで細かい音を重ねていって、うん、初めてあの皆さんの耳に届くんだなっていうところで、すごく僕もいい体験をさせてもらってますけども、うん、まあそうだね、知っといた方が悪くはないね。そうですね、うん、でこれからあのどん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 終盤に向けて音が重なっていって、はい、またですねこの形になったらこちらを呼んでいただこうと思いますんで、うんうん、もうそうして、はい、中途半端で呼ぶと疲れちゃうから。わかりました、うん、了解です。頼むよ。はい、じゃあまた呼んでください。モータウンがねやっていた頃ってのは俺は二十歳ぐらいだから、もうすでに40数年前にこういうやり方ってやってるんですよ。被せて被せて、で独特のサウンドを作った。そういう中からジャクソン5、今のマイケル・ジャクソンとあれの兄弟たち、まあ今のって言ったって亡くなってる、そういう連中が全部出てきたんです。シュプリームスね、後にダイアナロスが黒人の音楽ですよね、いわゆる R&B ってやつですよ。それはモータウンサウンド全部これをやってた。だから撮るのあったリズム帯3つだけで撮っていたり、それぐらいまた実力あったから、そこへホーンだとか被せていくんで、これ実は本当は面倒だったけど、そう面倒ではないんですね。スタジオミュージシャンを一気に集めてしまったりするともう予算がかかってまず合わないから、だから一つずつ呼んで時間通りぴょっとやってペイしたらものすごく楽っていうね。まあモータウンサウンドっていうのはデトロイトシティにあって、デトロイトシティっていうのは車を作ってるとこだから、モータータウンシティだからモータウンサウンドとこういうふうに呼ばれていたわけですよ。だからそういう歴史をやっぱり繰り返すんだけど、つまり小さなスタジオっていうのはもうペイできないもんだから、そういうふうにやるんですね。でも見慣れないものには乗れても、うわこういうことやるんだってすごいなとは思うだろうね。でも我々の時代はもうカラオケ時代だったから、うん、カラオケというのは今カラオケブーム、まあそんなものは特に過ぎたんだろうけれども、カラオケっていうのは我々がレコーディングするために作ったオーケストラのこと、つまり歌い手がいなくてオーケストラで、はい、歌い手の方がオーケストラについていけないから、オーケストラ譜面を見ればできるから、じゃあ時間通りにできると、歌い手はその後オーケストラを聞いて歌っていれば何度でも取り直しができる、一晩でも。で、歌手は大体、もう最初の頃って言ったら、オーケストラ代よりはるかに安いから。うん。だからもう、何歩でも拘束してて、録音室一つあればできるわけですからね。で、はい、取ります。はい、取る。で、ぶつ切りにして、今度一番いいとこをこうやって足していくわけだ。そういうんで、ぶつ切りの歌えない歌手が生まれる。奥花子ライブツアー決定。1月26日土曜日、ZEP 札幌。お昼の弾き語り公演は午後1時開演。夜のバンドライブ公演は夜6時半開演。チケットはローソンチケットほか各プレイガイドで好評発売中。お問い合わせは011-614-9999 ウエスまで。アンです。私の番組アンのエニータイムアンダンテ、毎週日曜日の夕方にお届けしています。歌も歌ってますよ。本当です。ぜひお聞きください。毎週日曜日午後5時半から。足別が生んだスーパースター、傭兵です。ラ、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 ラが実行、ラジコ、ラジコ、ラジコ .jp で STV ラジオ傭兵暫定が聞ける。よし。さっき俺を徹底的に疲れさせてくれた北海道ゲレン石坂秀文さん、なんか海の幸で元気に出るもの、元気が出るものってスタジオに来てくれた。石坂さん、なんかあのもったいつけないでスッと出てきて、何、はい、どうした、どうもお疲れ様でございます。そう、お疲れ、昼間ありがとうございます。ええ、とんでもございません。はい、びっくりしたよ。何してんの、え、この時間だから飲んでるでしょ。いやいや、今日一滴も飲んでないんですよ。本当に本当に飲んでません。ね、飲んでない時の伊坂怖いね。何が膨らんでるか分かんない。元々すごい根が真面目じゃないですか。そうだよ、お酒も飲んでこんなとこに来ませんよ。大丈夫です。気をつけやがれ。あの何、魚でもですね、うん、元気の出る魚の優等生がやっぱあるんですよね。はいはい、何なんです。ホタテですよ。ホタテ、ホタテ、タウリンですよ。
タウリンというのは元気のもと。元気のもとですね。おこれ野付の今野付で漁が始まってです、うん、野付の組合さん。これこのまま刺身でいただいていいんですか。すはい、わさびもつけずに。あわさびあるんだ。ねこれちょっとあの佐野さんの分もじゃあ抜かねえか。うん。だってこれを目指して帰ってきたんだから。おいこのお前いくらそれチューブこれ小指の爪の先ほどもないよこせやろ。少ない。なんで入ってないチューブ持ってくんだよ。何悲しそうな目してんだよ。もう嫁は電話取るわ、お前はいい加減な仕事するわ。佐野さん、これで機嫌直った、ありがとう、ありがとう。タウリンは、あ説明して、はい、ホタテにはタウリンだとか、グリコーゲン、豊富に入ってまして、グリコーゲンもあるんだ。特にですね、野付のホタテっていうのは、うん、甘みが強いので有名なんですね。うん、というのは、なぜかというと、知床からこう深みからですね、流氷が栄養分を運んできて、一気に、一気にですね、野付の海に、栄養豊富な海流が流れてくるんですよ、うん、そこでホタテは黙って口を開けてですね、うん動かなくても黙ってこう栄養を取れるわけですよ、はい、だからどっちかというと、肥満な体質なんですねこのホタテはね、はあ、栄養が豊富だっていうね。あそうなの。そうなんですよ、うん、いや黙ってそのあれって他に喋りながら餌入れるやついるのかなと思って今ふっと思ったんだけどそんなもの揚げ足取りだねうまい。うまいんですよ。うまい。あのね、聞きたいのは、このホタテの貝柱と紐はどっちが栄養が高いですか？やっぱり貝柱の方が高いですよね。はい、うん。そこが運動する部分ですからね。うん。はい。だから、この、縞模様なんかが、ついたこちらの方は？それはですね、松川っていう魚なんですよ。松川の、どんな魚体？昆布締めなんですね。カレイですね。カレイ。で、どっちかというと、扇形のこう、その通りでございます。はい。さすがよく知っていらっしゃる。ちょっとあまり説明されると僕も元気出さなきゃ。そう思うと、お前も元気だ。お前の場合は元気出さないと、知力の方を出さないとな。うん。ごめんなさい。まず醤油で食べていただいて、うん、その塩で食べてみてください。最近刺身を塩で食べるっていうのも結構増えてきてるんですよね。あ、こちらに塩あるんだ。そう、塩があるんですよ。ちょっと紐の方を塩で言ってごらん。あ、ありがとうございます。じゃあ、はい。うん、ちょっと、はいはいはい。ありがとうございます。はいはいはい。松川が塩に合いますんでね。うん。はい。あの、ホタテの肝は醤油の方が。あの、塩でホタテの肝食べた人は初めてかと思うんですよね。今まで誰もいないです、ね。ごめん、俺が入れちゃったんだ。うん。どんな味だい？無理しないでくださいね。大丈夫ですか。お前偉そうに漁連の偉い人に親指立てて、おーって、お前何様だとバカ野郎。なんだよ。こういう時にはあっていうのはね、こうやるんだ。善じゃねえよ。何俺が喋ってる時に勝手に挨拶しましたんだ。いやー、ご無沙汰で本当に嬉しいです、はい、だからそういう久しぶりに挨拶するなって言うんだよ。佐野さんのお皿に松川が入ってないと思うんですよ。え？入ってないと思うんですよ、松川が。奥さん何もういいですってひどく不機嫌だから持ってたらそれってそれ食べてからぜひ、うん、食べてから松川やっぱりお前が食うんかい。いいやいいや。でも美味しい。あ、ありがとうございます。これいつ取れたやつですか？これは昨日おとついですね、水揚げしてもらって、うん、やっぱ砂が噛んでるんでホタテ一回蓄養施設に入れて砂出ししなきゃいけないんですよ。ちょっと待って、蓄養施設って何？要は滅菌海水の入ってる大きな水槽ですね。そんなのがあるんだ。そこに必ず貝類っていうのは入れないと、はいはいはい、砂を出してからでないと砂噛みがひどくて食べにくいんですからね。今ありました、砂利っていう、はいはい、でも美味しいな。俺固形物を入れるのはこれが初めてかも。あ、そうですか。はい、ほぼ、はあ、よろしかったですかね。そうです、はい、とても美味しい、はい、なんか胃が動き始めた。うん、ぐるっていってる。これぐるって音って実は大切なんですってね、胃が鳴くのが。うん、あ、とても美味しい。今消化時間を考えて食べた。これだったら大丈夫だから。うん、いや、あの、のりこ奥様、いいんだから、いいんだから、村上も今、尺を覚えないと、女房とこれから水商売やっていくんですけど、ええじゃねえ、終わり、まだまだありますよ、説明して、はい、はい、松川はですね、うん、昔はこれ、全然水揚げがなかったんですよ、はい、水揚げが少なくて、この放流事業っていう、あの稚魚を育ててね、はい、海に放すようになって、少し資源が増えてきたんですよね。うん、もうキロあたり一番栄養もするような高価な魚だったんですけど、今ちょっとこなれてきましたけどね、価格はね。へ、はい、じゃあ今
レジバって言ったって決まったところにしか出ない、あるいは決まったところですらほぼない。いや、結構あのスーパーでも並ぶようになってきます。資源が安定する。マスカーって書いてありますか？はい、はい、うーん、マスカーって書いて、王朝とも言いますけどね。王朝、はい、字はどんな方？王様の王に、はい、魚辺にカレー、それで王朝っていう。なるほど、はい、うん、そういう場合あの魚辺に下は横は腸ですもんね。腸なんですよね。ああ、腸なんだ、バタフライのようにこう泳ぐようなイメージで、へえ、いや美味しい。なんか俺バクバク言ってるってことはやっぱりかなりの空腹だったんだな。いや、そうですよ、うん、ヨーグルトしか飲んでないから、飲むヨーグルト、あれとドリンクだから、うん、あ、これでやっぱり活力は、タウリンでやっぱり活力で、松川とこの昆布の味がすごいけど、はい、松川と、うん、それとこのホタテの貝柱、どちらが、タウリンはホタテでございますね、やっぱりね、はい、もうちょっと食べたいでしょ、どうぞ。はい。いや、甘くて美味しいですね。昔の、相変わらずのそのコメントがいいですね。和彦さんのね。ごめんなさい。これ以上は出ないんです、はい。ただこの笑顔で。そうですね。はい、笑い声で我慢してください。大体美味しいですね、ぐらいですもんね。そうそうそう。はい。美味しいですね。幸せです。で、あれからテレビ番組のね、レギュラーとか出たんですけど、はいはい、ついに工夫を覚えるまま今日まで来ました。ただ、ありがたいことで、笑い声、笑顔、そして食欲、これはなくしない。だからこの3つがあったら、なるほど、ほとんど世の中渡っていけますね。はい。はい、私の、何？スリムになったんじゃないですか？なってないです。なってないですか？うん、そうですか。大変失礼しました、うん。そういう無茶苦茶な意見はやめてもらいましょう。これ、どこで引き上げればいいかな、塩本ちゃん。言うてごらん。アイデアないですね。ありがとうございました。はい、久しぶりです。いろんなところで。すみません。ご無沙汰の挨拶しないように。ちょっと伺いたい伊沢さん、はいはい。他にこの系統で、うん、ポッと食べたら元気だよっていう魚って何ですか？牡蠣ですね。やっぱ牡蠣。貝類やっぱり元気な源じゃないですかね。牡蠣食いたい。はい、あとはタラ食べたい。え、牡蠣食べたい。大好きだもん。牡蠣ですか。うん。ちょっと今からではですね。うん、ありますよね、ちょっとないですね。申し訳ございませんが。潜れないですか。潜れねえな。牡蠣は本当に、ね、発泡スチロール一つ食っちゃいますから。牡蠣ですとか、あと。それとあの、消化がいいのか、腹にとにかく、こうなんか来ないというか、うん、いくらでも美味しかったら食べられるでしょ。うん、そうですね。魚やっぱり胃袋の負担がないですよね。うん、それと牡蠣はね、取れるとこ取れるとこで形も味も違うんだ、うんうん、あれは面白いな。そうですね、うん、あのやっぱり時期でしょうね。あの時期なのか、道南の知内町なんていうところはやっぱり春先、4月5月ぐらいの方がね、身が太くなっていいですしね、うん、サロマ湖はこの時期のその寒くなった時のあの牡蠣が美味しいですし、厚岸はね、大体年中こう、バランスよく取れて、うん、そこの漁場を変えてってね、生育を良くさせてるんですけど。なるほどね、はい、やっぱりあの漁連の人だな、伊坂さんは。漁場なんてバカなこと言わないね、漁場っていうね。あ、漁場ですね。あれが正しいんだけれどもさ、はい、歌時々むちゃくちゃやってるのね、それ。そうですね、漁場、うん、漁場やってますよね、うん、はい、あれは漁場なんですよ、はい、うん、ところがですね、じゃあ喋る人がそれ分かってて言うでしょ、間違いだって言うのよ。これが悲しい。だけどね、それを向きになって言い訳してる時もっと悲しいんですよ。知らない奴に言い訳したってしょうがないから。で、そういうとこまで来ちゃうんです、本当は。黙って聞いてくってくれよって。喋っちゃったら、その時に間違ったら俺の恥なんだから。こっちはそれで食ってるんだからと思うんだけど、説明してるうちに悲しくなってくるのよ。なんか、ややこしいな、うん、そうですね。うん。あの、石坂さんもそうなの。本筋歩く男だから。だからどっかこっかでやっぱりぶつかっちゃったりするよね。そうなんです、ね。まあ言葉でぶつかることはないにせよ。ね、生きる道で。今日はなんか夜中通して一筋のやつばっかりだな。はい、そうですね。あの、でも、コロさんですね、北海道の魚もだいぶ変わってきましたね。うん、あの、南方系のブリ、うん、今年あの、1万トンぐらい取れたんですよ。取れたんですよ、ね。逆にちょっと秋鮭がね、今年少なかった、10万トンもいかなくて。しかもあんなにうまいのが、こちらでは値が安い。そうなんですよね。はい、じゃあ高く売れないんですよ、はい。いや、本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。やっぱり不思議なもんだな。漁連の人に元気出ますよって言って魚持ってこられて倒れんだって言うと、なんだか元気出たの。聞いてるような気がします、ね。お前最初から元気じゃない。確かに。石坂秀樹さん、ありがとうございました。ごちそうさまでした。STB ラジオ開局50周年、北海道のために命がけ、日高五郎挑戦50
50時間56分生放送、16日午前11時56分まで。私日高五郎がジャンクルマで仕留めます。STV ラジオ、この時間は名工義塾愛の大学がお送りします。名工の昔話その2。昔昔あるところに名工のおじいさんと名工のおばあさんがいました。名工のおじいさんは芝刈りに行く前に目標を立てました。名工のおばあさんは洗濯に行く前にこれが本当にやりたいことか自問自答していました。理屈っぽいな。そのくらい独自のメソッドを持ってないとこれから厳しいんじゃないの。名工の受験に強い独自の合格メソッド、名工のがつくと強いよ。名工義塾。ヘイ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 、毎週木曜深夜0時からはザ・トーンアップモーターズ上杉修太のアタックヤンが一人にさせない1時間、ありったけの元気とパワーで伝えますよ。あなたの1時間をどうか俺に任せてくれ。楽しみたやつ笑ってたやつはここに集え。アイガッソー先生、なんとかしてください。どうした。患者さんたちがリハビリを受けるなら愛の大学出身の先生がいいって言ってます。なんでも愛の大学出身の先生は優しくて仕事も丁寧だそうです。よし、わかった。至急愛の大学に求人を出しなさい。心と心のつながる医療へ、愛の大学。パソコン、スマホで STV ラジオが聴けるラジコ .jp。 日中は暖房を切ることにした。そして重ね着をしてモコモコのソックスを履くことにした。すると頭の中が冴え渡ってきた。少し寒さと付き合いませんか。始めよう節電、民放連です。藤井さん、またリスナーからメールが届いています。どうして藤井さんはいつも噛むんですか。何言ってんだ、夕日のせいだっつーの。藤井さんはついていない話をよくするけど、あれ作ってますよね。不可能なものを除外していって残ったものが、たとえどんなに信じられなくても、それが真相なんだ。藤井さんって何なんですか。体は大人、頭脳は子供、藤井孝太郎、ポップなオタクさ。藤井孝太郎のログインよるパは月曜から金曜の夜9時スタート。アニソンボカロのリクエストはパアットマーク stv.jp まで。さあ、日高レポート、たぬき工事の後編です。谷小路ブラシ散策、こちらの街歩き後編、目的地あそこのあの美味しいものにたどり着くまでという嬉しい出会いがあったんですよ。一緒に回ってくれたのはランラン号の辰木美穂ちゃん。一生懸命終わってから頭抱えてましたよ。私何の役にも立たない。そんなことはない、村上と子さんに歩いてて、外を歩いて楽しかった。あがたさんには随分お世話になりましたけど、寒かったけれども心温かかった。で、一番寒いところにあがたさんだけ残して帰ってきました、ね。まあ、その程度のことは平気でやってしまうんですよ。では日高レポート、たぬき工事後編です。まだその2丁目の半分くらい、宮文さんを出ると2丁目の半分ですね。やっぱりでもあがたさんね、はい、あの刃物というのはバカが持つと健能なものになっちゃうけど、いやそうですよね、あの、はい、穏やかなきちっとした方が持つと、それはこんなに文明の利器として便利なものないでしょ。そうですね。お店って健能さがあるとまずいじゃないですか、はい、例えば若者がちょっとこのナイフくれっていう、はい、で宮本さんはそう思わないか。宮ちゃん、他と違って上品だよね、はい、しつらえが、はい、綺麗ですよね、店舗もね、はい、やっぱあれぐらい大切に扱ってるっていう感じがいたしますね。で、あの研ぐ音がシャ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 聞こえてきて、そうですね、それは店にとって大事なことだな。そう、はい、ここもちょこちょこと来ていたな。これはやっぱり今 DVD とか CD の、中古の CD と DVD、うん、ラルズですね。ラルズですね、はい、昔はここは金一館っていう名前でしたね。そうでした、はい、
もう北海道中で一番有名な錦糸館っていう名前がですね、地方の方がお買い物は錦糸館っていうところだったんですね。やっぱりあれだな、こういう商店街ってこうどっかで音楽が流れていてね、はい、で昔のはレコード、こうやって CD、 そしてその前がこれ花市都屋さんっていうんですか、はい、今歳末を売り出して置物ですよ。こういうものがなんか、だから丸新真紀さんとかお亡くなったのは残念ね。そうですね、レコードの鈴屋さんとかね。あ、鈴屋さんな、はい、鈴屋さんありましたね。鈴屋さん、そうだから今その鈴屋さんが、はい、鎌田さんって方がやってる音楽どころという若い演歌歌手なんかに力入れてるけどね、もともとあれは鈴屋さんのじいさんが持っていたお店で働いていた人なんかな、はい、であの人柄で若い歌手に手を差し伸べて、はい、今の郡健太なんかがあるわけです。ここから始まって鈴屋 の、うん、その旦那もよくそういう意味ではキャンペーンをやった面倒を見た人だけど、そうそう、忘れちゃいけないのは丸新真紀さんだよ、はい、あ、丸新真紀さん、はいはい、今着物屋さんは亡くなったけど、その丸新真紀の旦那さんっていうお亡くなりになりました、はい、奥様もお元気でいらっしゃるけど、はい、その旦那様がある日ある時、多分丸新真紀さんのこの谷小路で大売り出しかなんかの時のスポット20秒というお仕事をくださって、はい、それでそのお礼に僕はね、おそらくメガネのプリンスさんを除いては、プリンスさんもここにあったんだよ谷小路、はいはい、それを除いてはね、僕は初めて声をかけていただいたお仕事、そうだで、その20秒でもうれしくてね、もう本当にそういうものが染みるような頃にご挨拶に伺ったんですよ、ただその社長がわざわざこんなことでっておっしゃってくださって、その年に何のご縁か僕は周りがやれやれって言うから語りをやったんです。そうなんです。その時に着物はうちが作るっておっしゃってくださって、当時でということはもうかれこれ28年になるかな、そうですね、その時100万以上する着物を作ってくださって、はい、裏地だけで数十万という、羽織も全部おついで、大変な責任を感じた当時に、もうそれはありがたかった。もうこういうことを申し上げてはなんだけど、やっぱり芸人ってそういうね、道楽してくださる方に生かされる商売なんで、それは嬉しかったな。だから今に至るまで俺は語りをやるときに、まあ、語りだけじゃなくてディナーショーもそうだけど、自分を絶対下げられない、前の年より前の年と同じでもダメなんだね、そういう最初の足がかりを皆さんに作っていただいたら、店がなくなる悲しさってありますね。懐かしいですね、お話聞いてるだけでなんか懐かしくなります。誰に工事になくてはならないお店でしたよ、やはり。そうですね、はい、そう思います。しかも奥もやっぱり宮文さんと同じように上品なしつらいでね、そう今思い出したバカだね、俺は。だから人間ってこうなんだよ、通り過ぎてなくなると忘れる、ちょっと自分を責める叩かなきゃ傘ででも本当、うん、まあ赤田さんのお店がどうなると赤田さんとの人形は変わらないけど、そう丸新真紀さんは本当にもう大恩人、そうだったんですね。今でも僕の背中を先代はこう叩いてくれてね、着物に負けるなよとか、お師匠さんたちに恥ずかしくないことをおやんなさいとかおっしゃってくださってる気がするね。それでも恩不幸な芸人だな、着物屋さんの前でそれを思い出さなんていけないねそして1丁目に入ります。この1丁目を抜けると創生が、そうです、あそこのゾーンがとっても綺麗になったから、はい、これは良かったですね。はい、そうなんです。このゾーンが美しくなったのが一丁目はね、これ全部長さはほぼ同じでしょ。はい、長さ一緒です。だいたい一丁目が100メートルぐらいです。あ、はい、でもあそこだけやっぱり次の丁目につながらないからひどく短く見える。そうですね、うん、ちょうど一丁目だけ真ん中に中通りがあるんです。あ、挟んでるんですね。本当だ、真ん中に短く感じるんで、一番奥半分のところにちょうど中通りがあるんですね、一丁目は。そうですね、その分もあるのかな、はい、車が通れるんです。へー、珍しいですよね、そういう意味じゃ、はい、ここだけですもんね。はい、ここだけなんです。でも一丁目の雰囲気が昔となんかガラッと変わった気がしますね。そうですね、この一丁目はこの中の方の谷小路の外側のこの小路なんかもこう面白いですね。あ、さらに奥の方に、これは岡田さん、この中入ったところも一応谷小路内に入るんですか。谷小路内ではないんですけれども、まあ、繋がってる感じで面白くて集まるんですね。
みんな結構ご存知で歩いてるときにちょっと覗かれたりするんですかね。そうですね。本当だ、ここだけ今だからこのアーケードのつなぎ目みたいなところに雪が積もってあれが氷になってこの上歩くと危険なんだ。はい、君の好きなまた股間丸出しのクマがちょっと触ってらっしゃい、触ってらっしゃい、大好きですよ、触るな、こら昔はこういうものがもっとなかったかな。たくさんありましたね。ありましたよね。丸荘光関さんにタヌキの大きなそう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 瀬戸物があったりとか、こういうのたくさんありましたよ。この種の剥製はなんか減ったな。はい、そうですね。要するに今風じゃないと思われてるんだけど、こうやって見ると意外にいいもんだね。いいですね、味わいがあってらしいというか。これは赤田さん、質屋さん、もともと。はい、これもともと質屋さんです。おー、はい、あれ何やってんの。こんにちは。お宅どなた。とついおこです。すいません、すいません、カレーの予算3人でしたね。そこをなんとか半分ずつでも五郎さんと。いやいや、たつきは帰らせますか。私2丁目で。ちょっと待って、何してんの。いや、もうちょっとね、いいかなと思ってうろうろするのも。たぬきこじってさ、とついはちょこちょこ来てたとこかい。お前はだいたいほら、はい、この土地の人間じゃなく俺と同じように旅人のようだけど、まあここに定着して、はい、たぬきこじってのは買い物ゾーンかい。そうですね、私の中では結構買い物に出かけますね。洋服。ああ、そうなん。はい、それが化粧品類ですとか。これ赤田さん、ここって CD と決めたらとか、はいはい、まあ割合決め打ちの人が地元は多かったでしょ。今までそうですね、ごひいきさんの方が多かったですね、うん、はい。あ、ここか。んちょっとミリタリーとかアメ横風なお店、これもそうか、はい、ワークマンなんだ。あ、迷彩服が。そう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 、ほらミリタリーのようなのがあるでしょ。これが好きで好きで、なんとなく今着てるダウンが似てね、そこの似てますね、うん、いいね。なんかこういうのは、こういう佇まいのお店ってのもたぬき小路ですね。そうですね、ちょっとアメ横的な、はい、うん、一丁目が一番こういう雰囲気があるところですね。ただね、もうこういうところにね、ひょいっと入れなくなったよ、年齢的に。これはね、20代から30代バリバリの時に入ると楽しいんだよ。おい、俺こういうのも着てみたかったみたいな、帽子もね、はい、こちらのお店は札幌祭りとかたぬき麹祭りとかおみこしが出るときに反転を唯一祭り満点祭り満点を売ってる唯一のお店なんです。古いですか。ここは古いんです。もうですから浅草の方から取り寄せて。赤田さん顔なじみか。ここはい、あ、入っていいか。どうぞどうぞ。ちょっと覗こうじゃん、せっかくだから、はい、じゃあ赤田さん先に入ってください。こんにちは。今ちょっと赤田さんからお話伺って、祭り番店なんか大抵の皆さんここで調達なさる。そうですね、特に冬場も売ってるって言ったら、まあ、北海道でうちぐらいでないですかね。ないだろうな祭り番店はないな。まといだとかでは嬉しくなる。ちょっとガラモンなんか見てるとダウンタウンの松本が喜んで返せる。浅草から取り寄せていらっしゃるんですね。そうですね、まあ普通のとか冬場はね置かないんですけどもね、うちの場合はやっぱりススキノとか多いし、あと冬場も結構よさこいの人を練習とかで使うんで。まあそういう意味じゃそういう文化がこっちに流れてきて、ね、面白いっちゃ面白いですよね。昔はもう片付けしたんですけどね、やっぱりちょこちょこ来てなんでしまったんだって怒られるんで、ここのお店はなかなかいいや、はい、ちょっとうちのお客様にも教えて差し上げようお願いしますすみません、突然いいお邪魔します。申し訳ありません、はい、ありがとうございます。知らないな、何にも知らないで歩いてんだな。そうですね、これやっぱり何かの形で知っていただく小さなラジオの中の運動をしなきゃダメだね、だってもったいないよ、今なかなか3台までってこれから4台につなぐっていう商店街を持ってるところって赤田さん少ないから。はい、はい、そうですね、ないんですよ。歴史だけはなかなか一夜にして作れませんもんね、うん、だから3台で70年でしょ、はい、宮文さんも3台でしょ、はい、だからそれがここの商店街の歴史なわけだから、こういうのって俺たちがやらないと。デリーだ、はい、デリー行きましょう。大丈夫かしら。どうでしょう、お昼の忙しさは抜けたかな。あ、大丈夫みたいだね。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。あ、どうやどうやと。スパイスのいい匂いこんにちは。こんにちは。マイク持ってずっと向こうに7丁目からずっと歩いてきたんですよ。いや、
もう何か収録されてるんですか。そうです、あの谷小路散歩、はい、街歩きを、で最後にデリーさんでカレーを食べると。ああ、そうです。あ、そうなんですか。はい、ただこんにちは、予算がないんで割り勘という予算です。あ、なるほど。だけどここのカレーの美味しさをですね、はい、みんなで思い切り堪能しようと思ってやる。そうですか、はい、期待に添えるように頑張ります。もうとりあえず話よりまず食べさせてください。わかりました。朝からこれのために何も食べてない。ああ、はい、完璧なタイミングで他のお客様いなくなりました。、はい、ちょうどね、ちょうどね、ちょっと片付けもあって大変ですけど、お話をぜひ伺わせてくださいな。ここは、はい、この一食のこのやり方でこだわったカレーのうまさと、はい、それからおかみさんの人当たりと。いやー、どうなるでしょう。でもだって見てて、仕事してるとこ見てて気持ちいいもの。あ、そうですか、ありがとうございます。本当になんかこう余分にいろいろあれこれって言うんじゃなくて、こう気のなんて言うんだろう、使い方がプロですよね。か人柄なのか。ありがとうございます。すごく気持ちよくて、あ、今嬉しいです。ちょうど今お店にご迷惑かけない状態になったから。とにかく僕珍しいことに絶対にここのカレーは突入の取材で美味しいな、間違いないなと思って、それでもう来させていただいたら、はい、実に美味しい。この美味しさは本当特別ですね。ありがとうございます。昔からでしょ、あのルーがシャバシャバ、はい、うん、シャバシャバで、とろみが全くないのね。結構シャバシャバって言われた。ああ、もうよく言われて、とろみをつけてくれって押し返されて。だから最近スープカレーっていうのが、まあ、北海道発信で出てきましたでしょ。はいはい、間違われますわね、きっとそれだって初めての人は。そこら辺が、まあ、僕はあののれんをもらってきてるんですよね、はいはい、東京の方から、ね、はい、で東京の方はそのスープカレーというと、うー、その札幌が発祥の地ではなくなってしまうわけですよね。あ、はい、はい、でそれはまあこっちに置いといて、東京の方でもやっぱりスープカレーとお売りするのはどうだろうかと、うん、まあ、最初の頃ですね、今から20年ぐらい前の話です。はい、でまあ社長と話すことがあって、でスープカレーっていうのはどうだろうかと。いや、インドカレーで来たんだから、インドカレーで売りなさいと。じゃあネーミングはその時に、もうその時から一応は相談したんだ。スープカレー面白いじゃん。はい、しました。ああ、そうなんだ。でもうちはインドカレーだよと。そうですね、代々インドカレーでやってたんだし。その東京のお店って何てお店なんですか。同じデリーっていう看板で。あ、デリーって、はい、私デリーっていう名前をもらってきたんですね。どこにあるんですか。御徒町、おうほう、それから六本木、おうほう、銀座。おもう御徒町だってそう、あの辺はあのこじゃれたうまい店が多くて。ああ、はい、そうです、ね、隠れた名店が多いです。下のを超えたお客さんってのは、はい、その辺から銀座だとか。そうですね、結構行くんですよね。まあ、あのサクセスを考えたみたいですね、うん、初代の社長はね。そこで修行ですか。え、そうです。でもう全く、じゃあそのどこです、御徒町のデリなんですか。私は全店あの転勤を回って、はい、で最初の皿洗いに入ったのは御徒町のお店で、作りはもうこの通り今出たような。うん、チキンっていうと人参が少し大ぶりに2つ、はい、それからチキンの身も一番おいしいのとこポンポンとこう3つばかりあって、鶏肉とジャガイモだけの、あのジャガイモ、はい、だけでした。私は北海道に帰ってきて、そこで人参を入れた。人参、はい、北海道は玉ねぎ、人参、ジャガイモの産地という、はい、それにまあ彩りというところで、私は昔から疑問を持ってあの修行中ね、はい、彩りということを考えると、黒のソースに白、あのオレンジ、緑っていうのは綺麗ですよね。あ、それもあったのか。え、それで付け加えたのもありますね。というか内方向を置くというのも、はい、これはあの東京のお店は全部そうです。全部こう、はい、ナイフは銀座店と六本木店でしょうかね。御徒町のお店はスプーンと、それからレードル、うん、カレーレードル、あとフォークついてたかな。忘れちゃったな。覚えてないですね。その時はもうご結婚なってたんですか、修行期間は。ああ、私は皿洗いに入った時はまだ結婚してません。皿洗いに入って1年目過ぎたところで。奥さんはじゃあ東京の方。いやいや、あの私たちはルモイ、あのルモイ館内の、はいはい、神様はルモイ、私は小丹別というところなんですけど、ね、じゃあ僕修行に出る前からもう知り合ってはった。高校が同じ高校で、あの私が3年1年生だ。もう高校の時深く愛し合って。軽く。まあもうとりあえず物にはしといて。
そういう、そう今で言う遠距離恋愛、今で言うっていうか、今遠距離恋愛じゃない。だって旦那今いくつなんですか。私58歳。58歳、はい、いつからですかハゲ始めたの。いや関係ないけど大切なんだ奥さんにとっては。あもう結婚してからですけどね、25、6。25、6か、はい、その頃にもうハゲって言われました。それは奥さん詐欺だと思いません、ね、詐欺ですよ ね, ね, ねえ、いきなりジャガイモの皮むいた頭みたいな。ダメでもね、契約書にはないんですよ、ハゲはダメっていう。普通交わしません、そんなもの。口約束です、俺は絶対君を愛し続けるよと、俺は絶対ハゲないよは。奥さんは旦那さんの何が良かったんですか。そうですね、あの先輩でいたんで、うん、ちょっと怖い感じはありましたけれど、うんうん、優しい感じはあったんです。何で知り合ったの。クラブ活動かなんか、ね、はい、何のバドミントンです。バドミントンの羽みたいになっちゃったじゃん。下の方毛がなくなってんで。これこれ。じゃあもう彼から俺は修行して、でこっち戻ってきてカレーをやるよっていうのは。カレーっていうのはまだ最初はなかったんですけれど、はい、それは何でもよかったんですか。料理をやりたかった。まあ、昔はね西洋料理って言って、はい、そう言いました、はい、で西洋料理の道を歩きたくって調理師学校へ入ったんですよね、大阪。たぬき工事でもう店始めたこれを30年はもうカレー一筋デリーで。あ、そうです。もう私他のことやったことないです。でもこれ正解でしたね。だって今となったらね、やっぱりおなじみさん7割ですか。そうですね。でその人がご新規連れてきて3割。そうですね、ね、ええ、でもこうやってものの見事に行列のできるカレー屋さんを作り上げたんだから立派なもんですよ。いやまあ偶然とラッキーと。でも前一度僕そのお邪魔した時にも、はい、いやもう何も変えようとは思わないと、これでずっと愛されればいいと。そうですね、もう変えようっていうか、もうこれしかできないっていう感じもあるんですけど、ただこの味を残して次の第2期、まあお客様ね、それはいるんですか。よくいらっしゃるんですけど、聞かれるんだよね、どうするんですかと、後取りはという。でまあ私答えてるのは、私はのれん分けでのれんをもらってきた人間ですと、うん、こののれんを引き継ぐのは他にたくさんいらっしゃる。そうか、親からではない、はい、私がこれオリジナルであれば、次の世代っていうものを考えますけども、まあ東京でもたくさん修行して勉強してる人間がいっぱい全国にいます。でも今ね、たぬき工事をまとめてこの天田さんが3代なんです。天田さんでした。あ、どうもよろしくお願いします。 お話はいつも。こちらこそ。それから宮文さんも3代、はい、お隣の洋服屋さんがね、なかなか祭り番店とか、はい、なかなか面白くて、この辺は結構老舗なんですよね、皆さん。そうですね。だからそうするとデリーさん絶対残ってもらいたいなと思う。私この辺でこの間大家さんとねお話ししてて、もうこの辺古いお店がすごく多いの中で、もう皆さん代替わりしてきたんだけども、廃業される方も増えましてね、そしたら1丁目で私なんか5番目か6番目の店になったんですよね、年数でいうと。あ、そうなんだ、ね、まあ、もう1番2番はその100年近くのきょんと、うん、結構この1丁目多いんですか。新規のお店が多いです。あ、そうなんだ、ね、若い経営者の方がね、これ1丁目のせいかな、そういうふうには見えないですね。あ、まあ、はい、店舗がやっぱりそのまま皆さん使って内装だけを変えて居抜きで ねだからで経営者として成立してるん で、ねうん、外観も全部こう、まあ、なるほどね、デコレーションするとね、うん、新しいデコレーションになるんでしょうけど、ね、でも隣の服屋さんの看板なんかも面白いし、あ、ありがとうございます、それからソーセーガーが新しくなって、ないわゆる若者ゾーンになって、ちょっとこれからが奥さん面白いですね。そうですね、期待はしてます、うんうん、創生公園ができてから、うん、若い人はやっぱりね通る方は増えました、うん、間違いない、うん、だからもう名前さえ一丁目のデリーさえ知ってもらったら、この味はさーっと広がるな。でももう店もこの構えで変える気もなく、いやまあなんとなくスタイルとして、いや僕はこれがいいと思うな。ありがとうございます。たぬき工事っていうところの柱にこう磨きかけていくのはこういうお店たちだと思うんですよ。うん、新しく全部が綺麗になるとかね、そういうのは僕はアーケードだけで十分だと思う、これから10年20年30年の店がここにあるよっていう磨きをかけていけば、やっぱりたぬき工事は未来永劫も僕は大丈夫な気がするな。僕自身が35年
この通りを歩いてお付き合いがあって、はい、まだ何も知らないんですもん、はい、だから偉そうなことは言えないけど、これから歩いて楽しい年になってきましたんでね、うんうん、これからはいいわ、フラッとカレーを食べて、はい、この温まった体で余力で、はい、ふらふらと好きなナイフでも見ようかと宮文さんよりとかね、そうですね、うん、そういう本当にあのおっしゃる通りそぞろ歩きが増えるといいですね。そうですね、うん、そういう意味ではロケーションは大事ですよ。いいです、いいです、いいです。で川沿いの店でね、はい、一見すると京都によくあるような雰囲気ですよ。あ、京都ってこう川沿いに歩いて工事へ入るって店だから、こういうところはいいです。これからの勝負ですね。まあ期待してね、はい、はい、いるんですよね。ありがとうございました。今日はあ、どうも本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。山内圭介、松原健、橋里雄介、郡健太、モンドリュージ出演、 STB ラジオ若衆演歌の祭典アンコール。大好評の公演から1年、皆様のご希望にお応えしてのアンコール公演です。3月9日札幌市民ホールで開催。昼11時半午後3時半の2回公演。司会は STB ラジオ木瀬博士アナウンサーです。チケットは全席指定4500円。お電話とウェブで好評発売中。お問い合わせは A-011-533-7711 まで。ウェブは A- で検索してください。表紙と立中健三、宮里山製薬プレゼンツ、北方健三水滸伝、男たちの生き様を私石橋亮が熱く語ります。放送は毎週月曜から金曜の朝5時20分から。父を見ておけ、その目に刻みつけておけ。ハン弾き語りばったり北海道4公演まもなく開催。函館札幌釧路公演は完売。ただいま1月25日旭川公演のみ、ローソンチケットほか各プレイガイドで好評発売中。お問い合わせは 011-614-9999 ウエスまで。ラジオ美濃屋正彦です。僕はラジオで人生が変わった、人生が決まった男なんです。中学生の時にラジオから流れてきた松山千春さんの歌声や喋りに衝撃を受けました。そして自分もデビューを目指して、今は自分が番組をやらせていただいてます。僕も夢を追う背中を押せるような、そんな放送をお届けしたいと思います。どんな時でもどんな場所でもラジオがいるよ。 STV。木村洋二です。ラジオの前の皆さんには本当にお世話になっております。まあ、振り返ってみれば今から30年も前のお話になりますかね。新人アナウンサーとしてはもう最低最悪の男でしたね。これ本当です。まあそれがね、本人の努力はそこそこに、北海道の皆さんの熱い応援のおかげで、今やできすぎくんのアナウンサーへと成長することができました。まあ、これからも初心を忘れずに、あなたの耳の穴の奥を潤すような味のある喋りをお届けしたいと思っています。53歳木村洋二、まだまだ頑張ります。メイコーの苦手を克服する冬。部長にも苦手なものってあるんですか？あるよ。実は君なんだ。うん、君にも苦手なものってあるのか？あります。実は、部長なんです。気が合ってるじゃないか。ですね。誰にもある苦手。この冬、勉強の苦手は、名校の冬季講習で克服しよう。名校の苦手を克服する冬。名校義塾。ツルハドラッグ花王 STB ラジオブローネキャンペーン。花王ブローネの新しい泡カラーは、濃密泡が生え際にしっかりと止まり深く染まります。ただいま全道のツルハドラッグ各店で、花王ブローネのヘアカラーリングシリーズ各商品を1000円以上お買い求めの方に豪華チャンス。2月13日 JR タワーホテル日光札幌で開催の豪華薬膳ランチ付き山内圭介バレンタインパーティーご招待か、旅行券1万円分が当たります。
ブローネでおしゃれに変身して山内圭介さんと美味しい薬膳ランチを食べよう。詳しくはツルハードラッグのお店でどうぞ。いくつもの時を越えても STV ラジオは今年開局50周年、今までもこれからもずっと一緒。東急ハンズ行ってベッドを売ってるとこ行って、そんな散歩もしました。寝具カーペンターズ。この曲は正本がロックでもない私の大嫌いな曲出しやがって断ったんですよ。ただすかさず村上がスッと出したね。どうもね、最初から不吉な感じがしたんだよ。スカルプ D な、あのシャンプーとリンスなんかよこしやがって、どうもそれでこの嫌がらせの頭だろ。それで私が先発しておらさい、もう洗った後ドリスで毛サラサラ。秋田県の鳴海貞弘さん、ゴロさん、秋田にもゴロさんの声届いてます。先日 STV ラジオのホームページ見たら50時間56分生放送というとんでもないすごい番組やる、そう知ってどうにか聞ける方法はないか、秋田でも場所によっては聞ける、あれをいろいろ探りながらこの放送を楽しんでるんです。最後まで聞きますね。嬉しいや、嬉しいですね。もう秋田って言われたことがありがたいな、はい、うん、ちょっと下もつれたな。STB ラジオ特別企画、キセヒロシと行く夢の楽園タヒチモーレア6日間、グラデーションブルーの海、深い緑に包まれた神々しい山々、夜空を覆う満天の星、フランスの雰囲気が漂うレストランカフェが軒を連ねる街並み、出発は来年3月18日月曜日。タヒチアンの心温まるサービスが魅力のエアタヒチヌイで成田から直行。宿泊は世界有数のラグジュアリーホテルインターコンチネンタルモーレアリゾート&スパ。千歳発着燃油サーチャージ代込みでお一人29万8000円。お申し込みお問い合わせは JTB トラベルデスク 011-221-0576 011-221-0576 まで。南太平洋のリゾート常夏の楽園タヒチで穏やかな時間を一緒に過ごしませんか。ゆずのリーダー北川悠仁です。サブリーダーの岩沢浩二です。ゆずがラジオをやっています。誰の記憶にも残らないシステムになっているラジオ、でもやったという記録だけは残るシステムになっているラジオ、ゆずのオールナイトニッポンゴールドは今度の火曜夜10時から。3年くらい前からやってるそうです。目の不自由な方へ等量赤金を、 STV ラジオチャリティーミュージックソン2012、今年も12月24日正午からスタートします。皆様の善意の窓口として店頭に募金箱を置いてくださる愛の泉協力店を受け付けています。お申し込みお問い合わせは 011-272-8345 STV ラジオ愛の泉係まで。 STV ラジオチャリティーミュージックソンです。これからもいつまでもずっと一緒、 STV ラジオ。 STV ラジオを聞いてくださっている皆様、おはよう北海道の宮田愛子です。おはよう北海道は朝5時半からの朝早くから始まる番組なので、早起きして聞いてくださっている方に少しでも元気をお届けできたらと思って毎日仕事に励んでいます。皆さんこそ朝早くて大変なのに、早くからお疲れ様、体に気をつけてねとか、愛子ちゃんのコーナーの情報参考にしてますっていうメッセージをいただけるととっても励みになるんですよね。 STV ラジオは50周年を迎えますが、そんな皆さんの温かい心に支えられての50年、そう思うと本当に尊い時間だなと思います。次の50周年に向けて私も皆さんのお役に立てるよう一層頑張ってまいりますので、
ぜひこれからも温かいご支援をよろしくお願いいたします。宮田愛子でした。さあ世田谷区の田中誠二さんは警視庁よ、つってね、捕まえてやる。あ、そうじゃなくて、五郎ショーが始まった頃から五郎さんのファンでね、ずっと聞いてました。で、仕事で東京に住むことになって五郎ショーが聞けなくなると思ってましたが、場所によって聞くことができましたね。特に冬は電波がいい。で、今回の放送ははっきり聞くことができて本当に幸せ。いやー、久しぶりに舞子さんの元気な笑い声聞けて懐かしい気持ちになりましたよ。あ、それから昨日の五郎さんと岩本さんの北の出会い、一番印象に残りました。二人の出会いがあったからこそ今の五郎ショーが聞けると思うと、二人の出会いに感謝の気持ちです。私自身も出会いを大切に幸せ感じ上手で人生を歩んでいきたいと思います。仕事が忙しくなかなか北海道に帰ることができませんが、いつかスタジオに遊びに行けることができたらと思います。警視庁のどの部署にいらっしゃるのか、田中誠二さんね、えビューティフルサンデーをいただくことを心から祈っております。スバスバスバ素晴らしいサンデーと、いかにも日本の役の悪いこと。タッカーの松田純香さん、今回の50時間60分生放送、60分それじゃあ51時間じゃない、50時間56分生放送、1秒たりとも聞き逃さない。娘と娘の旦那さんと3人で協力しながら聞いてるんです。もともと五郎さんの大ファンの私、いや、そこに私と同じくらいの五郎さんのことは大好きなお婿さんが娘をもらってくれたんです。で、五郎さんや五郎将の話を共有できることがとっても嬉しくてね、今回の放送については一晩じゃ語りきれない。放送中も放送後も楽しませてくれる50時間56分の生放送、本当にありがとう。一スタ歌謡曲が最高でしたと、函館の杉村大さんは34歳で、一木さん、よしさん、その歌に日高さんの語り、それが一つの音楽に聞こえた。いや、素晴らしかったです。ホールで実現することを願っています。ラジオって本当にいいもんだなと改めて思いました。素敵な時間をありがとうございます。もうああいうところで自分がやらせていただいたことをこんな風に言ってくださると、読み方も格段と良くなります。なんか文句あるのか。ないです、ないです。何その不思議なハゲ方に異常な胸の張り方、そしてその寸の合わないジーンズ、絶対ジーンズに合ってると思えない靴なのに、妙に武骨な指、そしてしなやかな球、何もかも腹立つなんだ。夜勤中の休憩時間、一人なのでボイラー室から離れない、離れられないので先に買っておいた弁当を食べ、ものすごいなまってるね弁当、あ、ごめんなさい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 そんなつもりじゃなかったんです。先に買っておいた弁当を食べてます。昨日今日と五郎さんの放送を聞けて本当に良かったと、白石区の吉田達郎さん、ビール当たりました、名前が呼ばれやったとガッツポーズをした途端にビールを落として全部割りました。それ作ってるに決まってたんだよ。ビールが当たったんだよ、藤井成香さんは、はい、南区の方です、ね、はい、でもね、マイコとね、はい、このコンビネーションっていうのは久しぶりに聞けて嬉しいっていうのがね、はい、ありがたいことに一つだけあったよ、はい、嬉しい、うん、よかった。他は全部五郎さんとまゆみちゃんの時代が好きだったっていう、はい、でしょうね。中央区の足立さんはね、70歳で開局50年ですか、おめでとうございます。 STV ラジオが開局した50年前は私がクリーニング屋さんに嫁いだ年でした。子供の頃からラジオ大好き、自分の家でラジオ聞くことができない時は隣の家から聞こえてくるラジオの落語や浪曲を壁に耳をつけて聞いていたほどです。それが嫁いだクリーニング屋さんではずっとラジオがかかってるって環境で、もうそれがとっても嬉しくて、当時開局したばかりの STV ラジオを一日中聞いてました。その頃から STV ラジオとのお付き合い、五郎賞ももちろん最初から聞いてます。特に五郎さんと高田真由美さんの時代が大好きで、今回久しぶりにお声が聞けて嬉しいです。私も五郎さんと一緒にずっと楽しみたいので、熱いお茶を片手に明日まで楽しみます。70歳のクリーニング屋さん、なんか嬉しいね、うん、ラジオ
私の番組ももちろん他の番組もすごくこの人生の中で生きてるっていうのは嬉しいことで、その後やっぱり時代時代で、はい、ああ舞子さんが印象的だったっていうのは一通だけありましたよ、はい、ありがとうございます、うん、大好きです。いやいや、その方清田区の三宅英子さん、そんな一日を通して素敵な歌声聞けてこんなに幸せなことありません。午後5時からの STV ホール歌謡ショー、一生懸命歌う皆様の姿に心が打たれ、勝手に涙がポロポロ、いや心が潤いました。誰が一番なんて言えません。本当に皆さん素敵でとっても大好きです。率直な感想なんでしょうね、うん、嬉しいですね。マイク何が印象的だった、もう私ね、あのミニライブのところのもうびっくりしました。氷健太さん目の前にいる、はっもうあれからあとはどんな混乱状態いや本当にびっくりしました、うん、全く分からない、いつからいらっしゃったのかと思って本当に気がつかなかったんです。私入ってきた時に会ってなかったんだな、はい、あ会ってなかったと思います、うん、でもあれだね、これだけその佐野さんがもともと大きい方で、はい、その空いてるところへちょこんと座ってたでしょ、で藤中さんだって、まあ、自衛隊元自衛隊でガタイがいいし、はい、伊藤さん華奢にしたって大体ガタイのいい人が木田さんとか奥山とこう、はい、だって並んでる、そこへポンといるとさ、なんか嫌な座敷わらしみたいになった。そんなことない。だからまあお前が分からなかったのも無理はないけどあの俺が分からなかったのというような顔をしたあいつの寂しそうな頬にずっと一筋流れるね、はい、ごめんなさい、鼻じゃねえかわいそうなことして、あれから5分とたたるうちいなくなったもんな。ごめんなさい。でも嬉しかったです。何が、あの私初めてだったので、私アシスタントの時はご一緒させていただいたことになってて、はい、うん、なので今回ねステージで歌っていらっしゃった方がもうすぐ近くにいらっしゃって、うん、すごい興奮しちゃいました。いいね、君のそのなんか率直な興奮の涙が出てしまって、興奮の涙が出ちまってて、お前はどこの育ちなんだ。自由奔放じゃないか、お前何一つ選ばないんだわ。すごいね、もうそうなの。はい、俺ね背中に嫌なものを感じるんだよ、はい、締めくくりだろ、もうそろそろスタジオ、はい、まあ2時だって言ったってそうなんだよ。トミカ博 in 札幌、来年1月11日からアクセス札幌で開催。今回は僕らの街の働く車、パトカー、消防車、トラックなどいろんなトミカが勢揃い、アトラクションもいっぱい、各コンビニ、プレイガイドで前売り券発売中。月曜日の夜7時半はあなた